よいしょ、皆さんこんにちは、ライドです。ということで、私ですね、ビルを借りました。あのメインチャンネルではね、もう上げたんですけど、この5階建てのビルをね、借りました。あくまでも個人的に借りたんですよね。で、これなんで借りたかっていうと、YouTuber 版のトキワ荘を作りたいという夢があったんですね。トキワ荘って何かっていうと、昭和のね、伝説の漫画家たちが売れない時からね、その一つのアパート、トキワ荘っていうところに住んでたんですよ。で、全員切磋琢磨して、で、後々ね、一人一人がね、伝説級の漫画家になって売れてくっていう、そういうね、聖地があるわけですよ、トキワ荘っていう。で、それをね、現代版、令和版ですね、令和版 YouTuber のトキワ荘を作りたいと思ったわけですね。平成には間に合わなかったけどね、令和には間に合ったんじゃないでしょうか。で、まあ本当に思いつきでどうなるか分かんないんだけど、もう僕は先に行動が来るんで、考えるよりもまず行動で、失敗したらそこから考えるみたいな。まあいろいろ頭で考えてても一向に進まないんで、とにかくもう借りて、とにかくもう改装しました。もう初めはね、ここ住めるレベルじゃなかったんですね。今こんなに床綺麗だけど、初めはもうフローリングもズタズタ、壁ももう茶色みたいなだったんですけど、合計金額200万かけて改装しました。いろんな各ジャンルの YouTuber、 本当にね、まだ無名な方だけどすごく才能を持った方っていると思うんですよね。で、そういった方たちはね、プロデュースっていうほどできるわけじゃないけど、同じ場所にね、住んでね、何かサポートできればなと思ったわけです。で、そうしたら自分的にも楽しいだろうなと思ったんですよね。やっぱオルタナチャンネルっていうところでね、いろいろやってるけど、もう一つ別の場所でね、なんか違う取り組みをね、挑戦することによって、まあ自分も成長できると思うし、それがまたオルタナにつながっていったり、自分の成長になって、だから新しいことを始めるっていうのはね、決して何事も無駄にならないと思うんでね、うだうだ悩んでないんで、始めてみることにしました。で、とりあえずですね、住むメンバーはもう 2,3 人まず決めてます。ただそれはまず初めなんで、僕の知り合いで、で、後輩で YouTube やりたいって言ってる子たちをまず入れることにしました。で、それでちょっと共同生活とかをやりつつ、どんな感じなのか見て、で、体制が整ったら順次また外からね、人を呼び入れたりとかスカウトしたりしてね、人数を増やしていければなと思っております。それがね、今回僕がビルを借りた全貌理由でございます。で、まあ俺もその家も解約、明日で解約なんで、まあしばらく家見つかるまでここに住んだりして、で、もし馴染んだら俺もここにずっといてもいいんだけど、まあそれはまだちょっとですね、いろんな各ジャンルでね、それぞれのエキスパートになって、それぞれがね、いろんな各分野で成長して、で、振り返ってみると、わ、この内藤ビルから育っていってたんだみたいな、そこがつながると面白いなと思ったわけですよ。だからいろんなジャンルがいたら面白いですよね。音楽だったりとか、料理人だったりとか、そういう人たちが集まることによってね、シナジー効果っていうかね、相互に影響しちゃって、よりいいものが作れるんじゃないかなと思っております。もしね、いい方がいたら僕からももちろん声かけさせていただきますし、ぜひね、立候補とか言いましたらコメント欄に書いてください。またこういう人おすすめですよとか、まだ僕もね、全然 YouTuber 全員見れてるわけじゃないんで、この人面白いよとか、これから絶対来るよとか、才能ありますよとか、ぜひコメント欄で教えてください。まあただそのオーディションとかね、はまだちょっと先の話になるんですけど、今からチェックしておきます。そんなところですね。で、次回はね、今夜になっちゃったんで、時間の時、お昼とかにこのビル全部をね、細かくご紹介したいと思います。で、1人目のメンバーをね、紹介できればなと思っております。そんなところです。ということで、オルタナチャンネルでも内藤ブログでも新たな試みのね、スタートということで、令和に向けて頑張っていきたいと思います。ちなみにね、2階は個人事務所みたいな形なんだけど、早速ね、広いスペースなんで、オルタナでね、今でかい企画撮ってます。で、現在進行形でね、下で今ね、あるものを作ってるんですよ。だから、そういうところでもね、今までにできなかった企画とかできるんで、まあ借りてよかったかなと。人生何事も挑戦です。動いたことがね、自分の糧になる。ぜひ皆さんもね、令和になってやりたいことやりましょう、一緒に。ということで、ぜひ今後の試みに期待してくれる方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。